コンスタンディノス・デメルジスはギリシャ王国の政治家、首相を務めた。1876年11月7日にアテネに誕生した。アテネ大学とミュンヘンルートビヒ・マクシミリアン大学で法学を学び、1928年にアテネ大学法学部の親族法の教授になった。彼の政治障害は1910年にギリシャ議会選挙で当選したことで始まった。 ギリシャ第二共和制成立後の1924年に他の多くの政治家と同じく政党を結成したが短期間で解散した。1935年11月30日に国王ゲオルギオス2世がデメルジスを暫定首相に任命し、デメルジスはさらに外相、戦争省、海軍省を兼任した。しかし、比例代表制で行われた選挙では、 王党派が143議席、共和派が141議席とそれぞれ4割強の議席を得て、15議席を得た共産党がキャスティングボートと化してしまった。共産党との協調を選ぶ各政党の姿勢に対して陸軍の不満がくすぶる中、デメルジスは有効な対策を打ち出せないまま、1936年4月13日に心臓発作で死亡した。 ありがとうございます。